1000人くらい見てくれるんだったらもうちょっとやろうかな。で、なんかもうワンラップぐらいして終わりたくないですか？なんかね。うん。ちょっともうちょっとやりましょうか。暑いんだけど。ちょっとね。ね。ちょっと、なんか、いいネタっていうか、歌いたい歌があって、なんかそれに合いそうなループがたくさん入ってるサンプルパック、前に買ったやつがあったから、それちょっと聞いてみようかなと思うんですよね。これ映せばいいか。ここに今こうサンプルがこう並んでるんですけど、俺が歌いたい歌のキーを調べたところ、A シャープマイナーであるということが分かったから、ちょっと聞いてみましょうか。ノリがつかみにくいかな。俺が見たいだろうって。あ、そうすると曲の名前が見えないのか。あ、これかっこいいね。これでも前使ったな。あ、かっこいい。あ、これやばいね。今日あの YouTube ライブ3 3回目じゃん。これがなんか名前がスリーナイツっていう、スリーナイツっていう名前だから、ちょっとこれでいってみようか。だけどね、あ、そうそうそう、これも教えたい技だったわ。たくさん音が鳴っちゃって、あ、止まんないときはシフトをしながらミュート。これもうあらゆる機材でまず最初に覚えるべきはやっぱこれなんじゃないかなと俺は思うね。 NPC だったらストップボタン連打なんだよ。人間のこうなんていうかな、行動心理にこう基づいたいいやつだと思うんだけど、このマシンはシフトミュート、これで止まります、うん。でね、この速さじゃないんだな、俺が歌いたい。もうちょっと速いのがいいから、これ今 BPM130 って書いてあるんですよ、この曲で。俺ちょっと時間見ないでやる。でもなるべく早く終わろうね。あんまりこう作り込まないでやろうかな、うん。2回目見てないです、すいません。許す、許し得ました。ちょっとこれをね、早くしてみたいと思いますよ。どうしよっかな。このキーがいいから、この音程を保ったまま、例えばこれでさ、ピッチを早くすると音程が上がってっちゃうじゃん。このチューンっていうのがあるんだけど、まあピッチだよね。これ早くしたかったら早くすれば。あ、照明切れた。照明切れちゃった。ちょっと暗くなったけど、照明切れちゃった。1時間しか持たないんだな。だから、この速さのまま、タイムストレッチ。ちょっとこう、縮めるっていうかね、そういう作業をしてみたいと思います。サンプリングの、あ、なんか LINE 来た。
LINE 来てる、うん、シフトミュートそこかいちょっとこれ全部映ってなくてごめんなさい。セッティング、今130だから BPM いくつにしますかっていうのがあるから、それをだから100、そうだな、160とかにして、150か160一回してみようか。ドン、あ、早くなったね。わかる？音質もなんか全然いい感じだよね。シフトアンドゥで元に戻る。158ぐらいにしてみようかな。あ、映ってるね、ギリギリ映ってるね。ここここここ158に白。パターン、レングスは8、パッドモードにしてシフトしながらカウントイン。押してなくても大丈夫、なぜならワンショットになってるから。じゃあドラム選ぶか。どんな、これでも結構ハードなドラムじゃなくて優しい感じがいいよね。あ、これいいね。聞いてなかったからちょっとずれちゃったね。これむちゃくちゃ長くなりそうだな。よくないな。熱い。
今世の中に全くないものがここで生まれてるからね。このネイティブインストゥルメンツのこうマシーンをよく使ってるのはありがとうございます。こんな時間までね、7500人くらいの人が見てくれてるんだね。すごい時間だね。うん、ライブじゃできないからね、これ会場じゃさ、やばいよ。このやっぱ家でリラックスした空間の中適当に見てられるっていう感じもあると思うんだよね。まずそうだな、ちょっとピアノを呼び出しましょうかね。俺がいない。俺いた。ピアノ、ピアノ。俺いつもね、この間も使ってたけど、俺が使うピアノは、アリシア・キーズのピアノをサンプリングした、アリシアズ・キーズっていうやつで、うん、これをいつも使ってる。で、さっき言ったけどさ、これ邪魔か。ピンピン。この曲 A シャープマイナーっていうキー、まあなんかその A シャープマイナーっていう進み方の決まりみたいのがあって、その中でこう進んでいくってなってるから、それに合わせちゃえばなんかそこからずれないっていうかさ、ここでこうメジャーマイナーっていうのがあって、ここ A シャープに A シャープイコール B フラット、ちょっと分かりづらいんだけど、があるからだと多分このドレミファソラじゃないじゃん。
ってないね。あー、これで酒飲んだら最高だね。ピアノでなんとなく音確認して、それでまあその後ベース入れてみるみたいな、それが結構多いですかね俺はね。っていうか、おお、みんな見てくれてるのありがとうね、本当によく頑張ってる。あのだからこのままあれだね、1時からあの番組見ちゃう人は見ちゃうみたいな。ただちょっとあんま作り、やべえ、なんかハマってた、なんかいい感じじゃないこれね。弾ける人っぽくね。よく別に入れなくてもよくなってきちゃったな。そこがいけないんだよね。頑張ろうか。どの画面見せとけばいいかな。これにしようか。俺は今ベースを入れたい。俺は今ベースを入れたいと思っている。あ、ベースだけこう集めたグループみたいのがあるから、それ呼び出してみようか。わお。これがいいか。うるさいか。このベースすごいね。さあこれでさっきと同じ A シャープマイナーにしてあげて、 B フラットマイナーか。でね、結構ベース弾く時のテクニックは、あの DJ タツタに教えてもらったんだけど、ベースって今これ iPhone とかで見てる人ほとんど聞こえなかったりするかもしれないんだけど、一回高い音で弾くんだよ。こっちの方が聞こえるじゃん。でそれからそれのそのままこうスケールダウンしたっていうか、下の位置のやつを弾いてあげればこうチェックになるよねっていうのを教えてもらって、それは結構ね実践してるかな。やべえ、やばいね。
まあ俺が選んでんだけど俺が選んでんだけど、やべえ時間が結構来てるね。あ、そんなことないか。ありがとうございます、見てくれて本当に嬉しいな。全然減らねえな、すごい。名前つけてくのすごい大事だと思うんだよね。何やってるか分かんなくなっちゃうじゃん結構。だからこれにすればいいか。これか。これでこことかさ、これなんだっけみたいな。何をやってたんだっけ。これが多分ループなのかな。ソロをしてこれやってみようか。そうだね。B がループで C は。ん？ C 使ってない。 D は？ D がドラム。 C 使ってないんだ。そうだっけ？あ、 C がドラムか。ん？ D は？え？やべ、見失ってる。俺が俺を見失ってる。やばい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 。 E はベースじゃん。 D は何よ。 D がドラムね。これドラムって名前に変えよう。ドラム。 C は何よ。 C は何よやべ、でかい声出しちゃった。使ってないね。じゃあ C 消そっか。C もミュートしとこう。私はだから今 B と B と D と E で B がループね。もう何 C あいつ。だからこれでソロ押しながらループ押せば。おっ、ありがとうございました。1時間のはずが1時間今20分ぐらいになってしまいましたけども、まあ、でもだいぶ減ってきたね、よかったよかった、安心しました。寝てください。じゃあちょっと軽くラップしてね、最後起きててくれたみんなのために軽くラップして、それで終わりにしたいなと思います。ほんのちょい数センチメーター前に進めるようにフローしよう。かかわなくて済んだ分グローしよう。やおんを放つショーシャット今はメイビーブルーでもこの声がジョーカー動かすモーター揺さぶるブルー。 Hey yo 神様 help って涙が出る前に考える自分に何がやれる。暗いままで痛くなんかね、突然ブルーになっちまった場面でもどうしようもね。教えてくれるならすぐ教えて。このまま朝まで家飛び出ていつか戻ってももう途切れた関係は戻らない。残された俺どうすりゃいい。マズルで外れ落ちた超頭がいい。興味ないこんな非常事態噛み締めた味は苦い。言いたいこと全部飲み込む。誰が言ったか勝負は時の運なら、このピンチをチャンスにチェンジ。全身を音の色に染まる。
Yeah. 元気ねえやつほんのちょい数センチメーター前に進めるようにフローしようか買わなくて済んだ分苦労しようや Oh, oh. 放つショーシャット今は Maybe Blue でもこの声が超か動き出すモーター揺さぶるブルありがとうございました。クレバー YouTube ライブ第3回いかがだったでしょうか。ありがとうございます。皆さんお疲れ様でしたね。家でよく我慢してくれました。出かけたい気持ちを抑えて、これからもねちょっと我慢したからいいでしょって気持ちになりそうな時もあるかもしれないけど、一緒に頑張って感染拡大防いでいきましょう。一緒にね頑張りましょう。ちょっと辛いですけど、だいぶ辛い時期だと思うけど、ちょっと一緒に頑張っていけたらいいなと思います。ありがとうございました。ピース。